皆様こんにちは、数学ラブです。双曲線上の2点間の最短距離を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。この図の線分 AB の最小値はいくつですか？答えは2ルート 2A です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。点 A、 この図の中のこちらですね。この点 A の座標を x1 分の a x1 が正と置いて、点 B、 こちらの点ですね、この点 B の座標をマイナス x2 分の a x2 が正と置いてあげると、線分 AB の長さというのはルート x1 たす x2 の2乗たす x1 分の a たす x2 分の a の2乗で表されますので、このルートの中身を平方完成してあげると、 x1 マイナス x1 分の a の2乗たす x2 マイナス x2 分の a の2乗たす2倍のルート x1x2 マイナスルート x1x2 分の a の2乗たす 8a となりますので、x1 イコール x1 分の a、 x2 イコール x2 分の a、 ルート x1x2 イコールルート x1x2 分の a を満たす x1x2 が存在すれば、その時の値が最小値となるということですので、これを満たす x1x2 は x1 イコールルート a、 x2 イコールルート aの時ですので、求める線分 AB の最小値、こちらを計算すると2ルート 2A となります。いかがでしたか？今回は双曲線上の2点間の最短距離について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。